日本神奈川県横浜市中区万代町万代町は、神奈川県横浜市中区の地名。館内駅から伊勢崎長者町駅の間に位置し、現行行政地名は万代町1丁目から万代町3丁目。住居表示水市区域。郵便番号は231-0031。1871年神奈川県知事は、横浜港とネギ湾とを結ぶ運河、掘割川の開作と、 その土砂を利用した吉田日田南一つ目の湧水池の埋め立てを企画。吉田神殿を開墾した吉田官兵衛と吉田常次郎渋谷一右衛門がこれに応じ横浜商人4人を加えウォルシュ紹介からも借り入れをして1874年に工事が完了した中村川と王岡川埋め立てと共に開削された吉田川と日の出川に囲まれた埋め立て地は 水称地名としてきたから万代町、不老町、王町、大木町、小峠町、松影町と名付けられた。その工事費は膨大なものになり、返済不能となって一時は外交問題に発展するが、政府が負債を肩代わりしてすべて勧誘地となった。折しも同年に、愛い町の火災が発生、罹災者に当治を無償で対応。さらに発生した元町の火災でも、 同様の措置を実施したため住民が急増、馬車道に次ぐ繁華街となった。しかし1903年の大火で繁華街は伊勢崎町へと移ってしまう。1878年に横浜区へ、1889年に横浜市へ、1927年には横浜市中区へ編入される。1978年には大岡川が埋め立てられて、 首都高速神奈川1号横羽線に吉田川が埋め立てられ大通公園になっている。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。